たのイコールラブ野口由里です。さあ今日はですねタワーレコードカフェ表参道に来ています。なぜ来ているかと言いますと、あれ、エースリーカフェに来ました。どうしよう、どうする。もう楽しみで仕方がないので早速行ってみたいと思います。お願いします、行きます。顔がいい。せーの、オープン。すごーい。うわ、もうグッズがすごい。てかもう、うわうわ、やばい、逃げ場がない。視界の逃げ場がなくてめっちゃ困る、どうしよう。グッズがいっぱい、めっちゃアクリルスタンドもあって、あー、みんなお揃いの T シャツ着てて可愛い。顔がいい。これ何、缶バッジをここに入れれる。あ、すごっ、こんなのあるんですか今。今って昔からあったのかな、わかんないけど、いいな。シールもあるし、これどこに貼んの、どこに貼ろう、私だったら。キモ。今すっごいキモい。ね、でも貼らないで保存しとくかな、私だったら。え、どうしよう。でも絶対私ランダムの方が楽しいですよね。春夏秋冬の缶バッジを3つずつ買って誰が出るかちょっと見てみたいかなって思います。物欲ない方がいいですね、物欲センサーはなんか出ちゃうから。何もない、何も感じない私は。はい、お楽しみにということで。席に座らせていただきました。失礼します。こちらにメニューがあるので、なあ、見ていいですか、見させていただきたいと思います。失礼します。オープン。はー、第1弾。そう、今私が来てるこの期間は第1弾のメニューになっていまして、第1弾は春夏のさくやとかつづるさんとかますみとから辺がこう来てます。でそもそもですね、 N3 っていう作品がどんな作品かと言いますと、スマホでできるゲームの役者育成ゲームとなってます。もともと借金まみれのボロボロな劇場、団員が一人しかいないって状態だった劇団がこの A3 の舞台になってて、佐久間咲也ってキャラクターが一人いるんですよ。でこの子から始まった物語です。いろんなその後にキャラクターがバーって入ってきて、春組ができて夏組ができて秋組ができて冬組ができてって言って今の A3 っていうがあります。でどん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 こうみんながね成長していく姿が見れるっていう育成ゲームとなっております。すごいファンの方もきっとねメニューを見て、あ、これはあれのだなとか、あ、このキャラこれ好きだよねってなってすごい楽しいんじゃないかなって覚えました。メニューを見て、店員さん、のこちらの佐久間咲也の真っ赤なトマトを包んでを一つ、はい、お願いします。ドリンクはじゃあこのノスタルジアパークドリンク、イタレさんので、お願いします。はい、こちら2点受けたまわります。はい、お願いします。先ほど購入させていただいたこの缶バッジの開封していきたいと思います。誰が出ても嬉しいんですけど、でもまあセッツワンディが出たら万々歳ですね、推しなので一応。で春は、春もみんな好きなんだ。ちょ、困ること言わないでくださいマジで、どうしよう。いやでも千景さんかな、だって私めっちゃ運悪いんですよ、絶対推し出ないの私。開けていきましょう。じゃ春から、うっ、せーの、イタレさんだ。せーの、はい、きたー、千景さん。
せーの、はい。お、マスミだ。え、強くないですか。激強デッキができた。勝ち、勝ちデッキ。せーの、はい。おえー、すごい、これ返します、これ返します、これ返します。せーの、はい。と言って冬組行きたいと思います。せーの、はい。インコイお邪魔だ。せーの、はい。同じキャラクターのこっちのデフォルメされた方出てきた。押されてるかもガイに。かわいい。あ、せーの、はい。あずまさんが出ました。妖艶な余裕のある大人。秋組。せーの、はい。あ、オミくんだ。オミくん。二つ目。せーの、はい。え、オミくん。嬉しい。いやもうこんなに頑張っちゃったら全然板場も余裕で作れちゃうし、なんか今までの頑張っちもお家にあるので、いろんな種類のね組み合わせたりとか楽しみだな。ありがとうございます。キャー、え、なんかいっぱい触っちゃった頑張っち、どうしよう、ちょっと除菌しよう後で。ありがとうございます。こちらさくやくんの真っ赤なトマトを包んでね、好きなところから2枚。うわ、はい、怖いよ。はい、ありがとうございます。1枚目、はい。おお、つづるだ、春組つづる。2枚目、せーの、はい。お、はあ、これさくやくん出ました。いただきたいと思います。あ、すごい、待って、どうしよう、見てるだけでしゃ、どうしよう、食べれないかもしれない。まあ食べますけど、なんでこの料理にしたのかは、そもそもこの A3 というか劇団を作った張本人なので、僕は食べとかないとなっていう。いただきます。うわー、美味しそう。え、めっちゃ浸ってる、嬉しい。うん、うまっ。うわー、トマト美味しい。なんかあのカードにもトマトをめちゃめちゃね抱えて、めっちゃ笑顔のビジュがあるんですよ。なんかもうそれが思い浮かぶ。あー、なんかトマト、さくやくんが取ったトマト、え、さくやくんが収穫したトマトを食べてるってことですか今。え、そういうことですよね。だって、え、これいくらですか。1200、これ、え、多分もっとダメですよ。だってさくやくんが取ったトマトが、贅沢、ありがとうございます。これは同じ春組のイタルさんのメニューですね。もう傘もついてパラソル、かわいいね。いただきます。いっぱいフルーツ乗っててかわいい。うん、うま、パインだ、ん、パイナップル、おいしい、フルーティー、めちゃめちゃ。はあ、イタルさんも飲んでんのかな、これ。ワンチャンある。これは世界線的な話でありますね。寮なんですよ A3 って。みんな寮に住んでて、監督も同じ屋根の下で住んでるんですけど、メンバーが作った料理をみんなで食べてるわけ。いいな、
だからさ、A3 のアニメが本当にやばくて、メンバーの息遣いとか足音とか生活音が聞こえるんですよ。生きてるの、もう生きてる世界にさ、そこにいてさ、私も監督なんだよ。だってゲームやってる時は、私もゲームやってる時は監督なのに、アニメを見たらそこに私がいないの。あるあるな気持ちなんですけど、いいな。なんかでもここでね、みんなと食べれてるっていう気持ちになれるのがいいですね。幸せ。はい、というわけでお送りしてきました。A3 カフェ、もう本当に充実感、もう満腹満開な時間でした。本当に本当にありがとうございます。幸せな時間を過ごせました。ありがとうございます。次はちゃんと自分でね、推し活といったら自分でお金を出すからこそ楽しいというかね、それがいいわけでやって、次は自分で取れたらなって思いました。でも本当にこの良さが、ちょっとでも A3 の良さだったり、あ、カフェっていいなって思っていただけたらいいなって思います。それではありがとうございました。